こんばんは、勝則です。今日もザリガニの映像をお届けします。心配やった。左のハサミのない子、ちゃんと生きてくれてますね。活性が悪いので、特に餌をやる必要もないでしょう。この子、脱皮寸前ですね。わかりますかね。胸口と尻尾の間がすごく開いてます。もう脱皮するでしょうね。親がこの奥に、この子脱皮してますね。わかります、これ脱皮から。で、この子で、親がここにいます。父親が多分死んだか脱走したか、どこにもいませんね。争わないように餌は入れないでおきましょう。他のところ移してる間に、そこを移してる間に他の場所の餌やりをしておきます。共食いをさせないのが一番なんですが、同時に水質を悪くするわけにもいかないので、さじ加減が難しいですね。必要もない餌やると本当に水質悪くなっちゃいますからね。交尾してる。ちょっと交尾してるので、ちょっとここです。体格差がすごくあったオスとメスなんですが、オスが小さくてメスが大きいんですが、これ多分交尾だよな。交尾やと思うんだけどな。交尾じゃなく共食いやったら嫌やねんけどな。これ F1 同士なんですよ。白ザリガニの遺伝子を2分の1ずつ持った子です。この子たちの間で